さあ皆さんこんにちは。今日の動画はですね、ドゥカティノーさんでハロウィンイベントやってる。では行ってみようと思います。レッツゴー。皆さん今日もドゥカティ乗っておりますでしょうか。おはようございます。さあ今日の動画はですね、このドゥカティ998R、1ヶ月ぶりぐらいに、乗ってみようと思います。まずこのバイクに乗って思うのが、やはりパニガールよりも圧倒的にですね、足つきがもう全然いい、足回りやサグ出しや、まあ、このサスペンションの減衰だとか、いろいろこう自分なりに実はこれ半年ぐらいかけてああだこうだやってるんですよね。マック号なんちゅうバイクなんだろう。かっちょええな。キーのとこに充電ポートみたいなのがある。電動あ、マフラーがない。おお、行く気満々。おー、マック行く気満々。おー、ゆっくり静か、安全運転。さすがマック。 998R ってなんてつくと知識がある人が乗るみたいなイメージないですか。このバイクの軽さのポイントとしましては、もちろんトラリスフレーム、オールドライカーボンのタオル、マグネシウムのマルケジーニ、もう立ち姿だけでめちゃくちゃかっこいいです。いや、1ヶ月ぶりにこのバイクに乗って思ったことが、このバイクの方が個人的には乗りやすい。すごい乗りやすい。さあ SP2 の暖気中でございます。ここ皆さん分かりますか。若干この側溝といいますか、勾配がここ白い部分ついてるんですけれども、もう僕の短い足では限界点ギリギリ超えそう。さあまずやっぱりこのパニガーレ998に比べると発進はすごい滑らかです。そしてこのドライクラッチのですね、つなぐ感覚ですけれども、めちゃくちゃつなぎやすいです。もう全然こちらの方がつなぎやすいですね。もちろんノーマルの、まあ、パニガーレと比べて若干癖はあるんですけれども、もう一瞬で慣れます。これは大丈夫です。ところが 998R の方は、いや、未だに僕遠足こく時があります。でも運転は荒くてもバイクは動いてくれる、そんな感じですけれども、そしてやっぱり車格はこのタンク踏まえて、ハンドル幅も踏まえてコンパクトの逆なんていうのそういうの。 YouTube でも女性ライダーさんとかね、乗っておられる方いますけれども、まあこのバイクとっつきやすいかにくいかっていうと、まあとっつきにくい方でしょうね。まあ人によりますけれども、まあせっかくなんでドゥカティノースターまで走ってみようと思います。現在は9時30分。うん、いい時間だね。最近スポーツカーが欲しいんだよな。今一番欲しいのはアウディ R8、 あれがいい。さあ時刻は9時57分。あと3分で出勤時間、ギリギリ間に合うぞ。さあ、てとドゥカティノースター見えてまいりました。そういえば北村ちゃん、最近バイクのエンジン音で車種が、まあ、だんだん分かるようになってきたということなんで、思いっきり気配を消して入っていこうと思います。 GTR の RB サウンドやシビックの VTEC サウンドとかだったら分かりやすいですけれども、まあこういう谷川家系ドゥカティのサウンドってめっちゃむずいっすよね。いやー、彼女素晴らしい。おはようございます。おけんちゃん SP2 まだあるな。よっこらせー。おー、北村ちゃん、おはようございます。おはようございます。デビューおめでとうめっちゃみんな反応良かったよ緊張？いや、あれがええねんて、あの完璧おはようございます。え、ここもハロウィンモードになってるんや。さあハロウィンイベント、かぼちゃ、今だけ限定のオレンジ、アップル、ベリー、マンゴー、ジンジャーエールがいただけるそうです。ベリージュースにします。ベリージュース、はい、はい、おー、え、ハロウィンっていつ？10月いっぱい？10月いっぱい。ハロウィンキャンペーンみたいな。ゲーム？ゲームあります。いや、やるよ。これベリージュース？ベリージュースです。ちょっと色は普通のリンゴジュースみたいな。麦茶やんさあ、今日来てよかった、ありがとうございます。あ、こんなんもいただけるんだ、いただきます。いや、素晴らしいです。店長。はい。店長、青いな。青いが違う。店長、それ何カラーですか？かっこいいですよね。これは今年の6月に、はい、MotoGP がイタリアのミザノサーキットだった時の
特別カラー。いいっすよね。限定品です。あ、限定品、売り切れです。あ、そうなんや、はい、あ、いい、店長よう似合ってる。ハロウィンイベントをやっております。いつまでやってるんですか。え、いつまでやってるんですか。今月末ハロウィンの日。ざっくり言うでしょ。何があるんですか、具体的に。このハロウィンドリンクとかがあって、ゲーム、ハロウィンチャレンジゲーム。それはそれをやるにはどういうのをしたらいいんですか。一応、はい、サイコロを振っていただいて、はい、まあ、振る前に、はい、2個のサイコロを振って出た合計の数を予想していただいて、それと同じ数が出れば豪華賞品。それ絶対当たらんやん。いや、これ結構当たらないんですよ。ほんまに当たらない。でも、うん、もう今で多分お二人、3人ぐらいは当たられて。当たったらどうなるんですか。豪華。何ですか。豪華な。豪華なものが、プレゼント。なるほど。いや、いいっすよ。で、当たった場合と外れた場合と、はい、2つ、はい、外れた場合でもちゃんと。あ、そうなんだ。あります、ね、いや、いいですね、はい、今回はもう完全に運です。あ、うん。どういう人がやるんですか。もう来店された方は。来店された方、僕一回やってもいいんでしょうか。もちろん。じゃあ参加させてください。はい。じゃあまずこれいただきます。あ、どうぞどうぞ。あ、それなんすか。地味に地味に、こんなん見たことないですよ、これ。やっぱシール貼ってるだけなんですけど。ドゥカティ純正かと思った。サイコロは、あ、サイコロね。あ、そういうこと。ここで振っていただいて、うん、植えると、例えば、はい、6のゾロ目が出るんちゃうかと、今は12と申告していただいて、はい、で実際に振って10、まあ、6しか12はないですけど、はい、12っていうのが出れば、豪華賞。ちょっと待って、1の1、1の2、1の3だから、確率的に言うと30通り、よくわかりません。でも実際に当たる人は、うん、なんかすごい人いて、一発目で7って言って当てはって、合計を言ったらいいの？合計数。あ、合計な。あ、この2つの、これだったら12。あ、3と4じゃなくて7ということね。そうです。あ、それだったら11分の1です。そう計算になります。言ってますか？あんなありえる。ありえる。ありえます。あります。7を当てた方は、うん、そのまあ、まあ、当たったんで、次ちょっと試しにということで、はい、2回目も3回、3回かな、はい、やってもらったら、はい、予想した数は違ったんですけど、はい、でも何回やっても7が出る、はい、そうっていうことがあるんで、ちょっと不正を疑いました。サイコロは1回変えました。なるほど。どうやったら不正が出るか分かりませんけど、そういうところは、はい、あ、でこれはニューサイコロなんですね。これニューサイコロです。不正なしの、不正なしの。OK です、はい、じゃあ練習はなしですよ。練習はなしね。で、合計数を言っていただいて、はいはい、僕持っておきましょうか。あ、ちょっと不正できるかもしれませんけど。じゃあ行きましょうか。はい、何歩出しましょう。6 6 6 6、はい、じゃあ行きます。どうぞ。僕見えません。あ、蓋しようかな。はい、そうですね、はい、そうですね。パラッと見たら この動画長いわ。動かしませんから。行きますよ。はい、はい、はい、置いた。いきますよ。お願いします。開けますよ。はい、6とおっしゃいましたね。はい、6です。僕、見えないですけど。はい。せーの、ドン。6じゃん。ほんまや。当たってる。おめでとうございます。豪華商品。商品じゃないですよ、豪華な。いや、はい、こいつ6出るなって感じしました。不正ないですね。はい、不正ない。めっちゃ不正です。あ、やった。すごい。ほんまの6や。いや、何もない。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まさか。商品の内容は増やさせてもらいますけど、はい、はい、了解です。見事お当たりということで、ありがとうございます。皆さんぜひ来てみてください。はい、今月中ですね。12月中やってます。いや、皆さん楽しいバイクイベントやってますんで。ノースさん、こんなんばっかりですけど。こんなんばっかりは。またよろしくお願いします。ありがとうございます。